北野久志夫、北野常富は、明治から昭和前期にかけての浮世絵師、日本画家、版画家。本名は、北野富太郎、ヤウアンとも合した。石川県金沢市十県町で、加賀藩士族、北野風絵門の三男として生まれる。名は富太郎、ヤウアンと合す。少年時代から絵を描くことを好み、家にあった掛け軸の絵などを模写して楽しむ。 小学校を卒業した、明治25年木版書画の版下製作業者、西田助太郎に入門、技術を研修する傍ら難画を学ぶ。その後は何人か抜き版画彫刻師の文化を転々と、し、へ創始屋に勤めたりもしたが長続きせず、明治30年には、堀氏伊勢翔太郎の下で、木版主体を描く修行を重ねた後、彫刻師中山駒太郎に従って、 北国新報に入るもの,の、のほどなく、画家として立つべく、大阪に移り、明治31年、中山の紹介により、月岡義人諮問家の稲野俊しつねに入門。明治32年11月には、月刊新聞、新日本の小説差し絵を描き、差し絵画家としてデビュー。この時期には仕事をこなす傍ら洋画の画法の研究にもいそしみ、 当時、小崎紅葉の金色や社や小杉店街の真冬緑風の挿絵を担当して人気を博していた挿絵画家、梶田半子の作品にも触発され、後年の画風の素地が形成されていった。また、同時期に野田急浦のちぐるも得たが、北野を彼に紹介した野淵カ春城は、大阪画壇の組織化を早くから試みていた人物であり、後年北野が取った。 同様の行動には彼からの影響が伺える。明治三十四年には藤村歌と結婚し、同年十月に大阪新報社に入社、小説差し入担当となり、翌明治三十五年には長男秋夫が誕生する。秋夫は長じて日本画家の北野悠津となった。展覧会への初出品作とされる揚げひばりや、明治四十三年の第四回文部省美術展覧会で、 スダック虫が初入選。明治44年の第11回、辰巳画会展に出品した、陳仕事が三等同賞。第5回の同展では、西昭宇が三等賞を受け、日本画家として、なお知られることとなった。1912年7月の現代名画風、俗画展には、欲望を発表、関西弁の響きを思わせる丸みを帯びた造形と、背後に、 様々な物語を連想させる濃厚な情感、国名な描写、そしてそれらが生み出す大敗的な雰囲気が特徴の久しと三風美人画が確立され、人気画界の仲間入りを果たした。暖か1 9十五年文典入選をきっかけに画家としての地位を築いた北野田が大正二年の第七回文典に出品し、新十天盲島を描いた蝶炉が落選して、以降は、 同年に、横山大館、下村勘山によって、日本美術院展が再興されるや、その第一回展に、願いの糸を出品。大正三年に画塾、白明る社を創設する。文展への出品は大正四年の、あたたかが、最後となり、大正六年には、院展の同人となった。この後、大正十年の最高第八回院展に、茶々伝、昭和三年の、 第15回転に、宵い宮の雨、昭和5年の第17回転の、青踊り、昭和6年の第18回転に、ほえかご、昭和14年の第26回転に、星を出展するなど、昭和21年の第31回転まで、ほぼ毎年出品が続けられ、創作の大きな柱となった。この頃になると、画風も、かつての濃密なそれに変わり、 成長で完結、優美なものへと変貌。この間にはこれらと並行して、大阪美術院の1917年の第3回展に、風、翌18年の第4回展に、もみじ狩り、昭和11年の海藻第1回、帝国美術院展に、糸山小石ん,さん昭和17年には、日本画家法国会軍に大き能が展覧会に、関取、 昭和18年の関西放画展に、夜桜、最高大30回院展に、あざみを出品する。また、昭和9年には、聖徳記念絵画館の壁画、ご神海僕を制作した。戯れ1929年こうした、創作活動の傍たわら、1912年8月に、野田久保と、大正美術会、大正4年には、大阪美術協会、大正7年には、 水田地区ホラと大阪沢会を設立したほか、画塾、白洋社を主催して、藤坊・久桑子、中村貞治、樋口富丸生田家長女ら多くの文下生を育てたほか、大正末年には、徳島で南海画塾も設立した。他方、大正7年に、浮世絵と同じ技法による、新版が、車の春秋を聖華堂から出版、大正13年に、 新浮世絵美人号3月口紅を発表。また、大正14年に、根津星太郎という版元から、詐欺娘などを出版し、何は情緒にあふれた、基藩画を残している。島聖縁を少女時代から指導し、大正14年に、北日草、松本花し星野さらえん、サンロチスズラを会員として結成された創作グループ、無公開の顧問に就任するなど、大正。 昭和初期の大阪で活躍した女性が形を積極的に指導、講演し、終戦後の昭和21年に大阪市立美術館に絵画研究所が併設されると日本画講師として招かれるなど大阪画壇のリーダー的存在として重きを成した。昭和22年5月20日に当時在住していた大阪、美濃村の自宅で心臓麻痺のため67歳で急性。 墓は、奈良市、富尾の霊山寺で、故郷金沢にも分骨された。昭和三十四年の十三回期の際には、大阪市中央区高津宮に、常富の筆塚、常富庵が建立された。平成元年の切手市民週間には、彼の作品、阿波踊りをデザインした切手が発行された。北野の門弟の一人である、女性日本画家市星野は、 北野の葬儀で読んだ長字の中で、彼の人間性を、常日頃の先生の人格と作風をしたひ手し筆師たちの出品画には、自ら筆を取りて、粉、干しくだされ、発表の日には、夜の、さら来るまでも共に入選を暗示くださる先生で、ございました。一度芸道の話となるや時のかぐるも忘れ、熱中いたされましたと表現している。長男の北野イエも日本画家。 一方で、いわゆる遠服家でもあり、孫娘、北野悦子が、祖父、常富の思い出の中で語っているトロによれば、彼女の幼少期、家には、おばあさんと呼ぶ人が3人いたという。また、祇園野草江門町などでの芸儀遊びを好み、一晩遊んだ後にそのままその店に泊まり込む。 居続けをすることもしばしばで、息子の北野家津の結婚式の際もそうした過ごし方をしていたために日時を忘れてしまい、開式の時刻に間に合わず、式では参列者の一人が親代わりを務め、北野自身は記念写真の撮影の直前にようやく現れたとも伝えている。こうした反面読書を好み、特に愛読したのは吉川英治だったという。詐欺娘。 大阪現代人名辞書大正3年間。イエツについては、特別展疎開作家北野イエツ、没後70年、北野常富、三都三遠島青年展、一族が描く美しき日本画に詳しい。日本美術院百年史、第八巻、852ページ。日本美術院百年史、第八巻、856ページ。展覧会図録辞典類。 ありがとうございます。